揚げ物にはビール、どうも、です。料理大好き、クラレ先生です。いや先生、今日は何ですか。まあ、引き続きですね。うん、もうさっき、はい、さっきというか、さっきというか、前回というか、前回というか、はい、次回かもしれないですけども、うん、揚げました。揚げましたね、はい、はい、いや、揚げました、おめでとうございます。揚げました今日はこいつを使って、はい、ここにね、せっかくフライヤーと、はい、いろいろあるんで、あるんでね、いや、もっと美味しいものがあるに違いない。確かに、それは私も思いました。うん、はい、バターを揚げてあんだけうまいんだから、うん、うん、もっとね、うまいものがあるだろうっていう、うん、というわけで、僕のチョイスで、あ、これ雪見大福。雪見大福、はいはい、これね、絶対うまいと思うんですよ。これからじゃあ、いろんなものを揚げていきますので、はい、よいしょよいしょーい、よいしょーい。こいつはまさか揚げられるとは思っていない。これどうするのがいいかな。どうしましょう。もうすでに粉がかかっているので、まあなしでもいいんじゃないか。これをたっぷりと、うん、たっぷりと衣をつけて、衣をつけて、あ、いい感じですね。たっぷりと、あ、今回乗るね。乗りますね。うん、まあ、はい、パン粉で押さえますか。パン粉乗せます。どっちでもいいかなと思います。はい、じゃあ、はい、これで、ああ、あの、よし、はい、はい、いきますよ。はい、どうぞ。ジョイント。おん、お、でこれ。大丈夫そうですね。大丈夫そうだな。あ、浮いてきた、浮いてきた。おお、あ、やばいよ、やばいか、やばいか、これやばいか。いや、もうちょっと、もうちょっと攻めましょう。もうちょっと戦える。まだいける。なんか漏れてる。いや、まだいける、まだいける。判断任せますよ、先生。多分大丈夫じゃないか。いや、だってまだ衣が全然、そうですね、牛皮もまだ溶けてなさそうですよ。うん、天ぷらじゃん。天ぷらみたいな音がしてる。いい感じじゃないですか。やばいやばい、あ、危ないですか、崩壊が。一応油切りしよう。ドン。なんか今寝ちゃって寝ちゃって言う。はいはいはい、出してください、出してください、先生。あ、やばい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 、もうこれゴロンと、はい、ゴロンと、あ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 、はい、どうぞ。え、俺、俺、あ、やっぱりでも、ね、雰囲気出しましょう、雰囲気出しましょう、はい。いただきます。いい匂いだけど、先生もうこれドゥルドゥルですよ。ちょっとやっぱり、ね、揚げ時間むずいね、これ。僕ね、ほんでね、ちょっと、あ、ダメだこれ。いただきます。うまっ、うまい、月並みな感想しかない、うまっ、うん。あ、でもアイスはね、まだしっかり残ってます、うん、で、周りの皮の部分がドゥルドゥルのなんかいい感じになってますね。もうちょっと早く出せばよかった。そうですね。でもこれいわゆるあれですよ、あの、外カリ中ふわの、あ、いい感じです。理想的な、はい、はいはいはい。次何あげようかね、うん、なんかある。あ、ではですね、私持ってきたものがあるんで、お、マジかよ。好きなもの持ってきていいって言われたんだ。これね、あの、歯めちゃめちゃ痛くなるんですけど、うん、これ揚げたらね、なんかいい感じで溶けて、なんか秒で食えそうになりそうだね。なんかいい感じになるの、はい、じゃないかと思いましたんで、ガチガチうるさいな、こいつ。いっちゃいましょうか。はい、いっちゃってください。はい、じゃあいっちゃいましょう。これもこれだけでやばそうだね。あ、いけますか。うん、さあ、ほんと衣はしっかりついてますよ。セットして、はい、ドン。はい、ドン。今回、衣しっかりついてますもんね。うん。で、あのね、周りにね、つかない方に、あ、そうですね。できた、できた。できた、できた。読んで、読んで。ちょっとまだ、まだ、まだ、まだ。いくと思いついたの俺。なんすか。これを一旦揚げて、あ、ダメだこれ、あ、崩壊が、あ、崩壊が始まってる、崩壊が、崩壊が、いやいやいや、ちょっと待って待って、もう一度、先生もうダメそうですよ。もうダメだこれ。よいしょ、おいしょ、おいしょ、いけた。
ねえ。けど匂いがすごいなんかチョコのいい感じの。いやちょっとこれはね僕も気になる。あ先生も食べてくださいじゃあ。これ僕も気になる。衣ベリーいきましたけど。衣がなんか取れちゃってる。まあこれは飛散防止ですから。うん。ちょっとちょっと。あ、うまっ。うまいっすか。勝った。いやでもね、スニッカーズって本来先生どうやって食べるかご存知ですか。うん。あ、はい。あれは、だって、バーからちまちま食うもんじゃないか。手づら。じゃあ、いただきます。どうぞ。あ、大事なところが。衣が。そう、まだね、まだね、全然中いけるんですよ。うん。二度揚げできるんじゃないかなと思って。衣も一緒にガッと食って。うん、どう？すっげえ体に悪いよし。僕もね、それはなんとなく察してた。あの、ダメだって脳みそと言ってる気がします。これはね、アウトだろって味がするね。なんか、行ったことないですけど、アメリカの味がします。じゃあ、なんすか、なんすか。ちょ、口直しに。あ、口直し。やっぱり、おぉおぉおぉ。いちごじゃないですか。いちごなら多分より美味しいんじゃないかな。これなんとかしなきゃ。これ のけますか。あ、それちょっととりあえずあっちで。あっちで。はい。果物あげたことってないっすね。ない。子供の量。このままがいいんじゃない。いきますか。持っていきましょうか。はい。じゃあどうぞ。はい。じゃあ。じゃあ僕も行きますんで。先生、線香花火みたいですね、なんか。うん。でもやっぱしっかりとね、いい音しますね。重くなっていく、この油を吸ってパワフル、あー、固まってってますね。ただ今回中溶けないんで。あ、そうですね、いちごは溶けない。安心感が、うん、安心感すごいですね。さっきから溶けるものしか揚げてないですから、ね、そうですよ、中身入れちゃう。うん。深々といこう。無言になりますね。あ、いや待って、これ結構よく言うなんかすごいいい感じじゃないですか、先生。そんな方はどこから出てるんだろう。いや、これ何なんすか、マジで。わかんない。あ、これあれ、わかりました先生、これ多分、いちご本体です。あ、ほんとだ、いちご本体が空気をしてて油を吸ってる。やべ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 。防御力が低すぎる。じゃん。あ、いいんじゃないでしょうか。いい感じですね、二人ともこれは。ちょっと油の量よ。切りたい。ちょっと油まず一旦切りましょう。あ、切りましょう、そうしましょう。はい。油切りして。冷ました方がいいかな、これ。これダイレクトやばくないですか。これなんか、やけどする気がする。僕もです。てか、完全に、あ、アメリカンドッグですね。アメリカンドッグっていうか、この形状、僕ちょっとすごくひよこっぽいです。ほんとだ。わかる人いねえな。これ大丈夫か。これなんか中が凄まじい温度になってんじゃないかという懸念があって、これ食ったらなんか次取れなくなる可能性が。いきますか。あー、いった。どうですか。あ、いけそうですね。どうすか。うまっ。マジっすか。うん。お、なんだこれ。これ売れる。これありっすね。なんかお祭りとかになっても全然不思議ではない。そう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 。まあちょっとね、熱せられてふわっとしてますね、いちごも。うまい。ありだな。なんかもうちょっとソースとかかけてなんかいい感じになりそうですね。うん。ちょ、練乳欲しいね。あー、いいですね、それ、うん、あ、こんな人ブブブブブブブ。ダメですよ。チャンネル登録よろしくお願いします。 あーよろしくお願いします。ご存知ですか、皆さん。この動画が実は本になっています。なっています。うん、今自分が着ているこのコラボ白衣の、舞台裏だったりとか、動画解説のコーナーとかもね、あって。そうですね、実際に動画の中で出てきたあれのね、はい、裏話とか、そのどんなものが入ってたとかね、うん、そういう仕掛けだったりとかが解説されています。懐かしいですね。64ページで、1200円、はい、ドワンゴ GP ストアで発売中ですので、残りわずかなので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。